えー、皆さん、こんにちは、こんばんは。第93回目も、マップチップのライブラリ化の続きを行いたいと思います。えっ、ー、と、まあ前回の最初で、まあ終わるみたいなことを言いましたけどね。まあ、実際は終わらなかったと。で、あと何が残ってたのかなということなんですが、まあ、ここが、えっ、ー、と、スタティックの時は1行だった。 スタティックやめたら2行になっちゃったので、まあ、コンストラクタでどうにかできないんじゃないかなっていうところで終わってしまったので、えー、とその続きを行いたいと思います。えー、とでは具体的にどうしたいのかというと、まあ、この状態でもいいんですけどできれば、えー、とこんな感じにできればシンプルですよね。まあ、なのでまあこうやって済むように えっと、ライブラリの方を、えっ、ー、と、修正したいと思います。えっ、ー、と、これですね。で、えっ、ー、と、これの代わりに、えっ、ー、と、コンストラクターを作るわけですが、まあ、コンストラクターは、あれ、イメージ、チップ。で、引数は、まあ、これと同じですね。で、そうなると、 まあこれに置き換えるわけですが、まあこれを残しとく必要があるのかってことですね。まああったらあったで便利なような、えー、と気もしなくはないんですが、えっ、ー、とまあこれはですね、消してしまいます。えー、なぜかというと、えっ、ー、と紛らわしいから。えー、紛らわしいって何っていうことなんですけれども、えっ、ー、とまあこれって結構、あのー、このクラスの、えっ、ー、と、このインスタンスのか、えーと、基本的な情報を書き換えますよね。 えと使うべき画像ファイルやら、えーと、そのメッシュサイズですか、まあ、マスのサイズの縦横とかで。そういうのって本来インスタンスを作ったらもう変更しないはずですよね。なので、えー、とインスタンスを作った後にこの手の、えー、情報が変更できる方が良、えー、くないと。変更できないようにしておく方が、えっ、ー、と、まあ、優れたというかですね、えー、まあ、礼儀正しい。うん礼 うんまあ、バグの集、バグの発生を防げるえクラスっていうことになります。どことになりますって言われても納得できないって言われると困るんですが、まあ、そこら辺りはちょっと、まあ、難しいですね。経験ですかね。で、えっと、えっと、あんまり関係ないんですけれども、なんとなくコンストラクターは先頭に持ってきたいので移動させました。 というわけで、まぁ、あ、こんな感じのソースにします。で、コンパイルします。で、えー、っと、動かします。うん、大丈夫ですね。えー、っと、これで、まぁ、あ、本当にこのクラスも終わりですかね。うん、まぁ、あ、これで終わりでいいと思います。まぁ、あ、ただ、欲を言えばというかですね。 まあこだわりみたいな感じなんですがえっとこのコンストラクタでえっとまあ縦横32ドットずつみたいな情報がここに入ってきますよねで描画するときにこの S っていうのでまたその描画サイズ32って入れてもらうじゃないですかでもコンストラクタ作った時点で縦横32ドットって分かってるのに、まあ、描画するときにまた指定しなくちゃいけない、えーまあ、つまり使う側からするとここで32って指定しているのに 描画するとにまた32って書かななくちゃいけないけしかも、このイン,スタ、えー、とインスタンス化するとき、まあ、コンストラクタでは <laughs> 縦と横をドット別々に指定しているのに、描画するとき1個ってなんだよ、これ。ちょっとつじつも合わないよ。なんか不自然だって。まあ、気持ち悪いんですね。えー、なので、えっ、ー、と、これは消してしまいたいと思います。で、えっ、ー、と、S のところにどうすればいいでしょう。 こうやって書いてうまくいくでしょうかって言ったら <laughs> まあそれは実験しなくていいか。えっ、ー、とここのえっ、ー、と幅と高さをこっちで使うためにはまあ一度心当たりで宣言した変数に代入するしかないですね。まあなのでソースはちょっと長くなるんですけどね。 まあ長くなるんですけどもまあやっぱりこの手の処理はやっておきたいなと。<laughs> でもこういうのってな <laughs> んでやってんのか分かんないって言われそうですよね。まあ別にやんなくてもいいですけれどもまあ慣れてくればこの手の処理はやっといた方が後々まあ、えー、分かりやすいなと。 あそっか。えー、思えるようになるかと思います。で、えっ、ー、と、念のために動あ、間違えた。念のために動かします。うん、大丈夫ですね。えっ、ー、と、これで今度こそ終わりですかね。で、このソース見ても、えっ、ー、と、なんか修正したいなって思う箇所も、まあ、 もうないと言っていいんじゃないでしょうかね。と思います。というわけで、やっとまたゲームを作る、えー、っと、処理ももえー、戻れますが、もう、パート、どのぐらい経ったかも、記憶にないぐらいですけどね。で、えー、っと、まあ、これがゲームだとすると、まあ、まず、なんて言うんですかね。画面、広い画面に、マップがちょっとしか表示されてないので、それをどうにかしたいと思います。とりあえず、この背景色を、なんか、描画する、えー、なんだ、区形か。 消しちゃいますもうあんなのはいらないですからね。でこれ消すとどうなるんでしたっけえー、っとまあこんな感じか。まあじゃあこれでとりあえずえー、っと画面を全部マップで埋め尽くしましょうか。えー、っと960ドット。 ですね、横がでえっ、ー、と11マスが32なので960割三32で、えー、30ですねえっ、ー、と30個必要1234567891010あれえっ、ー、と1214161820二う <laughs> んうんうんうんここまでか。 というか、これ。この方がいいな。うん、こうしよう。えー、っと。で、これも <laughs>、えっと、コピペします。うん。で、横が 6, 6マスではなく30に変わると。これでコンパイルして、 え、実行すると、まあ、こんな感じで横いっぱいマップが表示されます。えっ、ー、と、では、縦も同様に、えっ、ー、と、とりあえず草原で埋め尽くします。えっ、ー、と、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17? かな ?17 だったかなあれ、16かな 17か。えっ、ー、と17でしたね。うんとここまで。これで、えー、と画面全体を、まあ、マップで、マップでっていうかマップチップで埋め尽くせますので、まあ、あとはここに好きなマップを書けば、まあ、このぐらいの広さがあれば。 ゲームとして成立するようなものも作れそうな気がするんですがいかがでしょうかうんまあ本当はねあの <laughs> 主人公を真ん中に表示してそれをスクロールさせるとかやればいいんでしょうけどまあそれはちょっと大変なのでとりあえずというかまたそれをやろうとするとまたつまらないライブラリー作りとかが <laughs> 続いてしまうのでとりあえずこの状態でなんかゲームとして成立するものを作ってから そのスクロールとかやった方がいいですよね。うん。そうしましょう。で、えっ、ー、と、ま、あ本格的なゲーム作りに始める前に、えっ、ー、と、最後に微調整をちょっと。えっ、ー、と、四隅に、えっ、ー、と、木を植えます。4番が木だったと思うので、えっ、ー、と、実行してみると、えっ、ー、と、うん。 まああのー、このこことここ上はいいんですけど下がちょっと欠けてるんですねこれはどういうことかというとまあ単純にえっと割り算できなかったんですねえっ、ー、と縦が540でえっ、ー、と 32×17 ドットっていうのが間違えた32ドット ×17 マスっていうのがえっ、ー、と544なのかなだから 960×544 ドットだったら いいんですけど、まあそれだとその画面が16対9にならないのでちょっとキャプチャした時に問題があるので 960×540 がいいんですよまああと余談ですけど確か PSB たって5 960×544 なんですよね。なのできっとこういう感じで切りのいい数にしたいから544ドットにしたのかなーなんて。 <laughs> 勝手に想像したりできるわけですがまあとにかく上がきっちりで下が欠けてるっていうのはなんか気持ち悪いとまあどうせなら上も下も同じだけ欠けたいですよね。上はぴったりりで下は4ドット足りないっていうんだったら上も下も2ドットずつ削りたいですよね。なのでえと最後にそれをしてみたいと思います。えっとこの。 関数の中身、えっ、ー、とあまりいじってなかったです。けれども覚えていますでしょうかね。まあ、ここで y 座標を指定しているので、ま1、あ、番手っ取り早い方法はここでマイナス2って記述してしまうことですね。まあ、ただし、これだと全くえっ、ー、と汎用性ないですけどね。まあ、一応えっ、ー、と今回の目的はこれで達成されてますよね。なので、あとはこれをこれが汎用的な、えー、クラスなので、えっ、ー、と。まあそれに沿った形。 にしたいわけですがえっとまあ描画開始位置開始位置っていう感じですかねそうなると変数名は x と y がいいですよねでも x と y は使っちゃってるのでえっとむしろこの今使ってる x と y が幅と高さって意味なんですよねっていうか行数と列数かなのでちょっとそれを変えましょう x がえっと絡む y がロー行 y がログ x がカラムカラムこんな感じかなうんで改めて変数を追加します x 座標と y 座標うん手前にしよう、まあ、こんな感じでで間違えた こんな感じにして、で、呼び出す側も、えっと、x はそのままで y はマイナス2。まあこんな感じ。これで、えっと、完成ですかね。うん。では、今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。